統計数理研究所は東京都立川市にある大学共同利用機関。略称は等数研、大学共同利用機関法人情報システム研究機構を構成する。総合研究大学院大学から大学院生を受け入れている旧文部科学省統計数理研究所。日本では欧米と異なり、 統計学を専門的に学ぶ過程を有する大学が数少なく、統計科学関係研究機関もわずかである。そのため、当数研は多数の統計数理の研究者を有する国内、唯一の機関であり、統計研究の中核的存在となっている。また、英文学術士、アンルズ・オブ・ザ・インスティチュート・オブ・スタティスティカル・マスマティクス、及び和文学術士、 統計数理の発行母体でもある。統計学は自然科学、社会科学、人文科学の諸分野において利用される基礎技術であり、常に学際的な活動を期待されている。そのため、統計数理研究所では他大学との研究交流が盛んである。共同利用と呼ばれる制度に登録されれば、他大学の教員でも研究所のいろいろな研究資源を利用することができる。 総合研究大学院大学統計科学専攻の基盤機関として大学院教育を行っている。以前は博士後期課程のみであったが2006年度より5年一貫性博士課程も併設された。また公開講座として一般人向けの1日から10日間のセミナーを年間20数回開催している。なお、大学教育の機関であるため、 在職教員に対して、教授、准教授、助教と通常の国立大学と同じ呼称を用いられている。以前の統計数理研究所統計数理研究所の歴史、遠隔2017年12月現在、京都省基礎科学部門の5人の日本人受賞者のうち2人が、同数研に在籍経験のある人である。ありがとうございます。